皆さんこんにちは、テントのモルナです。今日は、タイピングゲームのお題をですね、あらかじめリストに書いておいて、それを一つずつ取り出すやり方について考えます。ではまずですね、リストにお題を追加します。はい、でこの、リストから取り出すのは、この変数のカテゴリーのですね、もうすでに出てますが、このお題の1番目というですね、このブロックを使います。今、プリンが1番目に来ているので、クリックするとプリンっていうのが出てきます。これをもともと作っていたプログラムに当てはめていきます。ちょっとコピーしてですね、2つ準備します。はい、ここでですね、まあ、このプログラムと同じですね、はじめプリンが入っているので、プリンまで繰り返すプリンって聞いてますですね。はい、ではですね、実行してみます。これですね、実行して何も起きないときはですね、すでに答えにプリンが入ってる場合ですね、にこんな風になります。で、答えの中身知りたいときはですね、調べるの中の、このあなたの名前何ですかの、このブロックの下にですね、答えのブロックがありますので、横のチェックマークをクリックすると、そうですね、もうすでにですね、ちょっとさっきやってしまってですね、プリンが入ってます。で、この中身を消すのはですね、手っ取り早いのはもう一度この聞いてますを実行して、で何も入ってない状態でですね、をクリックするか、エンターキーを押すと答えが消えますので、もしなんかあれ全然おかしいっていう時はですね、この答えの中はちょっと疑ってみてください。はい、じゃあですね、もう一回実行してみます。プリン、はい、こんな感じでですね、まあ、同じように実行できます。で、前回ですね、これを3つ並べてもいいんですけど、そうするとなんか余計長くなっちゃうよねっていう話で、この変数の中のですね、お題の1番目を削除する、これを使うと、いいかもっていう話をしました。これ実行するとですね、まあ、今1番目を削除するなので、このプリンが消えてですね、ゼリーと羊羹が上に繰り上がります。なので今1番目がゼリーになっているので、さっき実行したですね、この1番目まで、1番目を出題するプログラムがそのまま使えます。では実行します。はい、ゼリーですね。はい、でゼリー出題し終わったら、じゃあまたですね、この1番目を削除して、で次またもう一回同じプログラムを実行すると、次は羊羹が出題されます。はい、そんな感じでですね、削除しておけば常に1番目を実行すればいい、取り出せばいいということになりますので、これ、まあ後ろにつけてあげてですね、このプログラムを、お題の数分ですね、実行すればいいということになります。繰り返すのはですね、この制御の中の、この10回繰り返すっていうですね、この回数を設定するブロックを使います。で今回は3つなので、3を入れますね。はい、元のプログラムですね、全部終わった後って、この、全問正解で、この、そうですね、ひよこさんに止まってもらうんでしたね。では、やってみます。よいしょ、うん、あ、もう一回ですね。よいしょ、プリン、はい、やったね。で同じようにですね、実行できました。やってみます。ということでですね、元のプログラムはこんな風に比べてみます。3つですね、下に並べてたんですが、今はですね、まあ、ちょっとこの削除するっていうのを追加したので、1つのプログラムを、3回繰り返すっていう、そんな風になってます。同じにするんだったらもともとこうでしたね。はい、ってことでですね、まあ、若干短くなったんですが、まあ、どっちがいいかというとですね、まあ、どちらとも言えないかなっていう感じですね。3つぐらいだったら、まあ、上にこうやって縦にゆっくり重ねちゃった方がですね、そんなに長くないし、しかもこっちの方が多分分かりやすいかなっていうのがあるかもしれません。繰り返しはですね、一見ちょっとこうよく見てみないとですね、
何を繰り返しているのかわからないというのもありますので、なので、まあ、これはですね、好みとかですね、あとは、まあ、もしお題を、50個とか100個とかですね、たくさん出すんだったら、まあ、こっちの繰り返しの方が、すっきりしていいかもしれません。はい、っていう感じでですね、あとは好みで決めればいいかなっていう感じです。はい、今回がですね、タイピングゲームの最後になりますので、皆さんもですね、まだちょっといろいろ工夫するところが何箇所かある感じもしますので、工夫してですね、オリジナルのタイピングゲームを作ってみてください。